今回のテーマはというと、Google でバンクーバーダウンタウン観光と調べて、出てきたサイトをベースに丸1日かけて観光していきます。めちゃめちゃ有名な公園、スタンレーパークだったり、最高のオーシャンビュー、イングリッシュベイビーチ、おしゃれすぎるガスタウンなど、いろいろ回ってきました。まずはグランビルステーションに向かうために電車に乗ります。グランビルの駅は地下だからこんな感じで少し薄暗いです。グランビルに着いたので、ここから今日の始まりでもあるスタンレーパークに向かいます。グランビルからスタンレーパークまでは歩いて約25分くらい。バスでも行けるんだけど、この日めちゃくちゃ天気良かったから歩きにしました。このビル街を抜けるとスタンレーパークが見えてきます。スタンレーパークは世界でも屈指の人気を誇る公園で、面積はなんと405ヘクタールで、1周約9キロの北アメリカの都市公園ではトップ10に入るほどの大きさ。はい、グランビルから多分まっすぐ歩くと、このトゥーシーサイドってのがあるから、多分こっちに曲がればシーウォールってやつにたどり着くかな。とりあえずそっち行ってみたいと思います。あ、気持ちいいな。さっきのシートゥーシーサイドかなの看板を右曲がってまっすぐ行ったら、多分ここが入り口かな。でね、ちょっと右行ったらあそこにね、スタンリーパーク矢印があるから、この看板を曲がっていけばスタンリーパークに着く。自転車レーンと歩きレーンでしっかり分かれてるんで、めちゃくちゃいいですねこれ。パーク付近は広場になっていて、シート敷いてピクニックしてたり、犬と戯れてたりと、かなり幸福度高いですこの公園。そんな感じでそのまま歩いて5分ほどでついにシーウォールの入り口に到着。早速歩いていきましょう。これモビショー GO っていう自転車シェアサービスなんだけど、青い丸が設置場所で、パーク内に5箇所設置されてて、ダウンタウンにも30箇所以上あるスーパーハイパー快適サイクルなんだけど、乗り方は今度詳しく説明した動画であげます。ざっくり言うと全てオンラインでできて、降りるときは設置場所のどこかに戻すだけ。値段は少し高めなんだけど、そんな長時間乗らないと思うから、スタンレーパーク来たときには乗ってもいいんじゃないかな。そして見てください、この景色めちゃくちゃ綺麗。そのまま15分ほど歩いて、1つ目の目的地ハレルヤポイント。はい、ハレルヤポイント着きました。めちゃくちゃ暑い。今気温何度だろう。17度でした。そんな暑くないね。けどまあやっぱ歩いてると暑いね。でこっから今度はね、ブルックポイント、絶景ポイントがあるから、そこに向かいたいと思います。でちょろちょろっと写真でも撮ろうかな、ここら辺で。Do you want a wide? Wide or diamond?Okay, 1, 2, 3. Yep. Wow, that's perfect. Good. Thank you very much. Thanks, no worry. Yeah, you do. Ara, 先にこのブロック。ポイント灯台に着きました、ね、この上に灯台があって、上からも多分見えると思うから、ちょっと上行ってみたいと思います。上の方に駐車場あるからいいね。めちゃくちゃ来やすいと思う。ここまで綺麗だね。
本当は右回りしていこうかなと思ったんだけど、なんか車しか行けないのかな、まあ、一応歩いて行けると思うんだけど、 Google マップで調べたらまた戻って東天ポールに行く感じになるから、まあ、これから来た道戻って東天ポール行きたいと思います。でかいな。はい、完全に当店ポールの入り口っぽいの見つけました。絶対そうだね。でね、さっきハレルヤポイントって言ったところがあっち、だからこっちずっとまっすぐ行って戻ってきた感じだね。おめっちゃすぐ目の前だったわ。みんないい笑顔。1920年代初頭にバンクーバーアイランドのアラートベイ地域から運ばれた4つの東天ポールから始まったそうです。それぞれが異なる部族によって異なる時期や地域で作られたもので、海からの客を招き入れるゲートとして海側を向いて立ってるそうです。東天ポールにデザインされている動物のシンボルは先住民の神話から伝わる伝統的なもので、歴史を感じることができます。それぞれ異なったモチーフやデザインには特徴があり、形や色からも部族を特定することができるみたい。はい、で東天ポールの反対側にはお土産屋さんかながありますね。トイレもあるからめちゃくちゃいい。はい、お土産屋さんの中は定番な商品が多かったですね。東天ポールの置物かな。値段は30ドルから100ドルくらい。こういうところで物価の高さって感じますよね。カナディアンバイソンの革を使った財布、カードケース、これも50ドルから200ドルくらい。おしゃれなマグに水筒、こういうデザイン結構好きなんですよね。これは30ドルくらいです。はい、この後最初に行きたかったアクアリウム水族館に行きたいと思います。でね、多分さっきはシーウォールを歩いてきたんだけど、シーウォールの途中から多分中の茂みに入っていく道があるから、そこを行きながら向かおうかな。とりあえず最初に行きたかったアクアリウムに行きたいと思います。車道の方に入っていって、そしたら右側になんかね書いてあったのはブロックトントレイルって書いてあるから、まあなんか遊歩道的なハイキングみたいな感じの道があるから、そっち曲がっていけば水族館に向かえる。こっちからこっちに入ってきます。え、結構な砂利道だけど行ける？まあ行ってみるしかないでしょ、昼間だから。トレイル道も来たけど、この急になんか人影とかいなくなるとさ、結構怖いよね。でここカナダだから、さすがにスタンリーパーク内半端ねえ動物いないと思うけど、さすがにちょっと怖いよね。誰も通ってないと不安になっちゃう。と言いつつも無事トレイルを抜けて水族館手前まで来ました。今回は他にもいろいろ回りたくて入らなかったんだけど、ここバンクーバーアクアリウムは一年中楽しめて、しかもカナダ最大の水族館だし、シーズンごとに開催されるイベントや営業時間外に開催されるスペシャルイベントもあるみたい。珍しいラッコやアシカなどと触れ合えるプログラムもあるので、こういう機会に参加してみるのもいいかもしれないですね。チケットの値段は一般は39ドルから51ドルって書いてあるんだけど、日にちによって値段が変わるみたい。なんか6月はだいたい40ドル前後。はい、という感じでスタンレーパーク紹介はこんな感じで、次の目的地に向かいたいと思います。スタンレーパーク入り口付近から歩いて約10分とかなり近くにあります。カナダ発祥のスポーツブランドルルレモンだったり、カナダを代表するアパレルブランドルーツ、日本の商品を扱っている雑貨店大本、カナダならではのマリピーショップインスパイアードカンナビスなど、さまざまなショップが連なっているのがロブソンストリートなんです。しかもここロブソンストリートはショップだけじゃなくて壁アートもあるので、インスタ映え写真探しも楽しみの一つです。早速歩いて探索していきましょう。ここを曲がったらロブソンストリートの始まりです。スタンレーパークから来てるから、おそらくこっち側は後ろで、
最後の方だから飲食店が多かったですね。少し進んだらアパレルショップとかが増えてきます。この日は天気が良くてもう歩いていてマジで気持ちよかったです。これ結構おしゃれだよね。俺の中でかなりのお気に入り。みんなも見つけたらぜひ撮ってみてね。目の前にルルレモンが出てきたんで入ってみたいと思います。店内はこんな感じで意外と広かったです。店内の雰囲気は明るめで商品もカラフルなものが多い印象でした。男性なので男性コーナー物色します。今まで名前だけ聞いたことがあって勝手に女性向けアパレルかなって思ってたんだけど、しっかり男性用もありますね。なんか名前が可愛い系だから勝手にそう思ってました。はい、スポーツ系の服をメインに販売してるけど、普通におしゃれだから普段でも着れると思います。スポーツ系の靴下ってなんか安心感あるよね。ズボンもハーフパンツやスウェットなど売っていて品揃えは悪くないですね。ロブソンストリートはこんな感じで終わりたいと思います。ルルレモンから約10分ほど歩いたところにあるのがネロベルギーワッフルバーです。ロブソンストリート店とシーモアストリート店の2店舗あります。なぜわざわざシーモア店の方に行ったかというと、シーモア店の方が広くて景色がいいからです。どっちに行くか悩んでる人は絶対にシーモア店をおすすめします。メニューは海外あるあるツッペラペーパー。このネオクラシックスはフルーツなどを使っているデザート系のワッフルメニューで、ブランチ&セイバリーがハムとかを使っているランチ系のワッフルメニュー。もちろんワッフル単品でも買えるから気軽にテイクアウトできます。Hi. How are you? Good. You're typically yourself? Yeah. Do you want us inside or outside? Outside is... Where is it? It could be here in the patio, yes. Okay, outside. Outside would be better? All right, it's gonna be this way for you. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. All right, what can I do for you? So can I have heaven? Yes, of course. And then what for is a Brussel? Brussel? Yeah. Okay. That's it. Awesome. You want me to keep the menu? No, no, no. Yeah. Thank you. ネロワッフルって言って、ワッフル屋さんになってて、ワッフルを2種類選ぶみたいで、ブリュッセルとリージェみたいな。で、ブリュッセルはちょっとサクサクしてて、軽めっていうのが。で、あんま甘くない。で、ルイエージュみたいなやつが、なんかどっしりしてて甘いやつみたいな。でとりあえず今回はヘブンっていうなんかクラシックセットかなの選んで、でアイスラテもらってました。もうヘトヘト、マジでめっちゃ疲れた。もう歩きすぎてめっちゃ疲れたわ、やばい。とりあえずここで30分ぐらい過ごして、でこの後近くにガスタウンあるからそこ行きたいと思います。でね、水も自分で入れるスタイル、これ案外良くない、自分で入れる。アウトサイドエリア選んだ。こんな景色めちゃくちゃ雰囲気。 Thank you. Thank you. You're welcome. アイスラテ来ました。届きました。うまそうやな、これ。え、めっちゃサクサク。ちょっと待って。やべ、慣れてなさすぎて、食べ方がわかんない。クリームでちょうどいい。うまっ。うめえ。
え、このワッフル好きだな。やべ、これペロリといけ。あ、さ、幸せだな。海外来てるわって感じするな。うますぎる。いや、これマジでね、これこそできるよ。あのギコギコしないでいけるくらい、スーッていけるよ。あ、すいません、ちょっと厳しかった。しかもめっちゃ早かったから来るの、多分5分くらいで来たんだよ。今ピーク時じゃないっていうのもあるけど、めちゃくちゃ早い。マジでこのワッフル中身空洞なんかじゃないかってぐらいサクサクで、めちゃくちゃ軽い。正直マジでもう3個ぐらい食べれるで。Good, good, very good. Can I check? Yes, of course. Can I sit here? Yes, of course. Okay. ここに持ってきてくれるみたいで、めちゃくちゃちゃんと見てくれてるわ。多分俺が食べ終わった瞬間にもう来てくれた。Person is really right. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Have a great day. You too. Thank you. マジで復活したわ。マジ復活した。で、近くにガスタウンがあるから、そっちのガスタウンの方向かって、で、どうしよっかな。時間も時間だし、4時だもんな。で、ガスタウン向かって、その後、イングリッシュベイのサンセットって思ったんだけど、まあ、ちょっと早いな。え、日の入り9時、9時はさすがにサンセットきついな。メロベルギーワッフルバーから歩いて約20分のところにあるのがここガスタウン。一応ここからがガスタウンの入り口かな。で、ここら辺ヴィンテージとか結構おしゃれなザ・海外って感じの雰囲気がね、めちゃくちゃある。早速歩いていくんですけど、もう入り口から 2,3 分歩いたらすぐ蒸気時計出てきます。やっぱり蒸気時計すごい人気だからいつも混んでますね。で、この蒸気時計は1977年にレイモンド・サンダース氏によって製作されました。見た目に反して意外と新しくて、100年前のようなデザインにあえて作ったみたい。街自体がヴィンテージ感あるからより雰囲気出てますよね。でね、ここで撮影してたらちょうど蒸気時計鳴ったんですよ。その実際の音がこちら。はい、調べたところね、15分ごとにメロディーが鳴るみたいで、0分の時は長めのメロディーらしいです。このガスタウンの商店街は結構狭いから、ほんの30分ぐらいで回れます。なのでランチやカフェ休憩の時にフラッと立ち寄ってもいいかもしれないですね。おしゃれなレストランもたくさんあるので、探してるだけでも楽しいですね。またここガスタウンはハリウッドのロケ地としても有名で、数多くの映画がここで撮影されてるみたい。確かにどこを切り取ってもおしゃれ、絵になりますね。あとガスタウンは夜もライトアップされて綺麗なんだけど、平日に行った時は定休日が多くてあまりライトアップされてなかったんですよ。多分祝日はしっかりライトアップされて活気もかなりあると思う。でね、ここから気をつけてほしいんだけど、できれば右側行っといた方がいいと思う。この左側行っちゃうとイースティングストリートっていう結構危ない道になるから、こんな栄えてるんだけど一歩ストリート違うだけで全然雰囲気変わるから、ここは右側歩いた方がいい。
はい、というわけである程度ガスタウンも徘徊したので、そろそろイングリッシュベイビーチに向かいたいと思います。ガスタウンからバスに乗ってイングリッシュベイビーチに向かいます。この小さなバスに乗ってきます。ちなみにこの小さなバスは席数分しか乗車できなくて、もし満車だったら乗れないんですよ。だから乗れたらラッキーです。はい、そしてバスに揺られること約25分、イングリッシュベイビーチ目の前に着いたんで、ここで降ります。さあ、すぐ目の前にビーチ見えてきました。あ、こんな感じでカナダの人すごい譲ってくれるんですよ。結構優しい人が多くて温厚な人が多いみたいで、ただ連絡を返すのは遅い人が多いみたい。今通った人みたいにローラースケートしてる人もよく見かけますね。はい、見えてきました。ここイングリッシュベイビーチはバンクーバーのダウンタウンのエリアで最も人気のある日光浴、海水浴、そしてサンセットを見ることができるビーチです。ここにももちろんレストラン、カフェ、サイクリングやランニングコースなどあります。みんな各々楽しみ方は自由で、本を読んでる人がいたり、こういう坂でリラックスしてる人もいたりと、かなり平和な時間が流れてます。はい、イングリッシュベイ着きました。やっと着いた。バカ気持ちいい。こんな感じでね、みんなビーチボールしてたり、サイクリングしてたり、チルってたり、めちゃくちゃ気持ちいいわ。ここでのポテチ最強じゃない？さっき食ったあのワッフル、あれめちゃくちゃ軽い、サクサクだったね。で、食べてる時は全然お腹いっぱいになるのかなみたいな思ったけど、今ポテチ食ったら全然お腹いっぱいだわ。めっちゃ特等席、急に目の前で始まったコンサートが。めちゃくちゃうまいやん。ちょっと話しかけてちょっとだけ撮影できるって聞いてみようかな。もうちょい経ったら急になんかお客さんが入ってきて一緒に歌い始めた。何でもありだね。めちゃくちゃ、It don't take much anymore. Lift my mood. Oh yeah. Hi, I love your voice. Oh, thank you, man. Yeah, actually, I'm a videographer. Oh, great. And then, so if you want, can I film a little bit? Sure, yeah. Really? Absolutely. I wrote it over there about a year ago. Where do you want to go? After we all in our eyes, we can hit the beach at sunrise, have the dance of our lives. We don't need the pain or sorrow, we don't need the shame. Coast to coast, just flowing. And I
マジで最高でした。彼のインスタグラム、Spotify は概要欄にあるのでチェックしてみてください。ちなみに僕のお気に入りの曲はアフロートです。めちゃくちゃいいんでみんな聴いてみてください。というわけで若干日も落ちてきたから歩いていこうと思います。このオブジェも結構すごいですね。多分本物の石だと思います。なんか神秘的ですよね。諦めて反対側の静かな方でいいです。はい、日没来ました。あそこに雲があるんだよね。あの雲のせいでそこまでオレンジにならなかった。ちょっと悔しいね。これ本当はめちゃくちゃオレンジを予想してたんだけど。ほんでとりあえずこの後サイエンスワールドに行きたくて、なんかねライトアップとかするからそれを撮りたくて、それを撮りに行きたいと思います。イングリッシュベイからまたバスに乗ってサイエンスワールドに向かいたいと思います。結構距離があるので歩きは難しいと思います。はい、またこのミニバスに乗ります。こんな感じでほぼ満席状態だったけど、奇跡的に一席空いてましたね。はい、バスに揺られること20分、サイエンスワールド手前まで着きました。ここにも小さな公園があって、サイクリングやランニングしてる人もいました。はい、サイエンスワールド着きました。だけどライトアップされてない。あ、めちゃくちゃ月綺麗。なんでライトアップしてないんだろう。これってすんのかな。はい、一応今調べたんだけど多分ライトアップするんだよね。でね、今もうこんな暗いっしょ。まあこれ今ちょっと ISO 上げてるから明るいかもしれないけど、めちゃくちゃ暗いのよ。めちゃくちゃ暗くもないけど、これで今もう9時半だよっていう感じだから、ちょっともうちょい待ってみようかな。もう15分20分ぐらい、すぐそこに芝生があるから、これちょっともう一回休みながら球体明るくなるかちょっと待ってみます。一人ぼっち寂しいけど、ちょっと待とうかな。何時に光るんだろう。もう夜だよ。もう9時半だよ。光るか？光る気配がないんだけど。ちょっとサイエンスワールドを調べてみるわ。待って、クローズ。クローズドだわ。イングリッシュベイビーチで3、4時間ぐらい過ごしたんだけど。はい、というわけで、イングリッシュベイビーチじゃないや、サイエンスワールド、クローズでした。また今度チャレンジします。で、写真撮りたいから。まあ、とりあえずせっかく来たから近くまで行こっか。はい、というわけで今日のバンクーバー観光ほぼほぼ網羅、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、もしなんかここ行ってほしいとかあったらコメントしてください。チャンネル登録も忘れずに、マジで励みになるんでお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。みんなで歌い始めてんだけど、そんな幸せな風景ある？